体が沈み込んでこう蹴っていく、このこと自体はそれがグリップに伝わって飛距離を得るっていうのはこれは幻想です。はい、タスゴルフ皆さん、ご来校いただきましてありがとうございます。今日もゴルフサイエンスの世界をお届けできたらいいと思っています。はい、はい、今日も千葉バーディークラブさんにお越しいつもありがとうございます。ありがとうございます。コースです。で今日はですね、はい、ちょっと僕が気になってることなんですけど、はい、いろいろタスクさんにスイングご指導いただいて、はい、練習してるんですけど、はい、最近ちょっと思うのがこの上半身というか、まあ、タスクさんが上半身すごい大事だというふうにおっしゃってくださったので、はいはいはい、いろんな意識してる、はい、重心管理とか、うん、いろいろガンと落とすとか、はい、意識してるんですけど、なんか割と上半身の意識は強くて、うん、この下半身というかこの地面というかこの下の感じ、そういえばなあんまり考えてないなと思って、何もこう考えがない感じ、はいはいはい、なんかこの辺りちょっと聞きたいなと思ってなるほど、わかりました。はいはい、了解です。チャンネル登録お願いします。エネルギーの目線から言えば、実際はゴルフというのは基本的には上半身でするものです、うん、これはデータを見ても明らかです。ただしこれは上半身が結局足を通じて地面とつながってるからそうなんですね。で例えば想像していただきたいんですけど、もし僕がアイススケートを履いていてゴルフをして、行くとしたら、はいはい、どうなりますかって話ですよね。なので例えば僕は普通に重心管理をして、その間にバランスをとって、そして腕を振る。でその時のほとんどのエネルギーっていうのは、おそらく皆さんが思ってるよりも上半身のエネルギーなんですよね、基本的に。で例えばこの腕のエネルギーもそうですし、コアから生まれるエネルギー、またはこのダウンに入るとこの胸郭がこう旋回していくエネルギー、そういうのも全て、含めて上半身のエネルギーがほとんどなわけですよ。で実際、そのボディ側のエネルギーの数値でも実は僕は見ていますけれども、基本足から与えられるエネルギーっていうのはあまり実は多くないんですね。ただ決定的に重要なんですよ。それはなぜかというと、この足が地面についてるからです。なので上半身のエネルギーを人間がバランスをとって与えている間に、この足と体が接続していることによって生まれるリアクションとかすごく重要になっていくということなんですね、うん、なので例えば僕がこの状況の中で重心管理してスイングをしていくというような状況の中で、もし僕はここがアイススケートリンクで足にアイススケートを履いていたらどうなるかということですね。そうしたら間違いなくスイングはできるんですよ。できるけれども結局そのスイングをして上半身でクラブを振ってますよ。振っておそらく同じぐらいの距離は打てます。打てるけれども実際何が起こるかっていうと、こうクラブがボールに向かっていくときに人間は体のバランスを取るから、この足はですねこうなります、はい、いわゆるこうやって打っていくってことですね。クラブがこうダウンに入ると足というのは自然とこのように動いて、最後打つときはこのようにクローズの状況で打たれていくということですね。なんだけどボールはほぼほぼ同じぐらい飛ぶはずなんですよ。あ、なんかわかるかも。この間、はい、サンダルでたまにゴルフ練習場行くんですけど、はい、ツルツルだから、ああ、そうそうそう。右足がなんか、ふにゅってこう逃げてくんですよ。めちゃめちゃいいじゃないですか。そうそうそう。だから例えば、ゴルフ練習場で、まあちょっとスリッパとは言わないけど、ここがあまり、そう。噛まない、ツルツルのやつで練習していくと、やっぱ足ってこうやって動くんですよね。そうだからなんかドライバー本気で振るとそれが起きて、うん、なんかあれなんかドライバックスみたいなスイングになる、うんうん、だからそう普通のものでもその最終的にドライバーを打つとですね、こうやって シャーリングした人とかいるじゃないですか、はい、そういうことなんですよね。で要は体がと接続している
部分っていうのは足しかなくて、この足の状況によって、こう体がバランスを取っていくっていうことですね。その時にいわゆる皆さんが想像する床反力という足を積極的に蹴ればいいっていう単純な話じゃなくて、うん、この足のバランスの取り方の中でどういうふうに、その体の重心をキープするかという考察というのは実際はあるんですね。だからそういう中で、体がバランスを取ると。ただ一つここで重要なのは、もし僕がアーシスケートを履いていたとしてもボールというのは同じぐらいの距離を飛ぶわけですよ。これってまあね、アイススケートリンクとかときちんと許可を取ってそういう撮影をしなきゃできない世界なんですけど、でも実際やってる人がいて、そういう映像も実はあります、うん、でそういうそのゴルファーがアイススケートリンクでボールを打つとどうなるかと。でそうするとちゃんとボールはほぼほぼ地面で打った時と同じぐらいの距離を得られるわけですよ。ってことは床からの反力というのは何なんだって話なんですよ、うん、要するにエネルギーっていうのはだいたい上半身で与えられてるもんですよ。でも重要なんです、足は。だけどこの床反力の話にすると、じゃあ足蹴ればいいのねと、例えば、はいはい、こうやって足を蹴ればまあそこそこ距離は出てますけど、これ蹴ることによって距離が余計に得られるゲインっていうのはそんなに多くないし、そもそも蹴る間に重心が外れたりとかいろいろするわけでしょ。しかも人間がじゃあ蹴るっていうのは基本的にはこのバーチカルダイレクションですね。そうすると実際はそのようにバーチカルなだけでは人間のその全体のクラブも含めた全体のその重心の管理としては不十分ということなんですよね、うん、なのでこの辺はですね、実際はまあ JCO3 でアルファマンっていうですねプロジェクトがあって、でそこの数値で、まあ、今回ニューヨークに行って自分の数値なんかを全部見ましたけど、まあそういう中で、まあ、ほとんど解明されてます。ただこれって本当人それぞれだから、こうだよねこうだよねっていうその議論ってなかなかできないんですよ。なんでまあその一般化してねお話しすること結構難しいんですけど、なのでまあ小林君がその、床の使い方というか反力とかそのあたりを意識するっていうのはすごく必要ではあるんですけども、それは小林君の今後のゴルフにはすごく重要な部分になってくるんですけども、だからといって足踏みはいいっていうもんじゃないっていう話なんですよね、なるほど。例えば必要人がね、例えば人がジャンプするでしょ、はいはい、例えばこの状況の中で人っていうのは反力を受けています。僕の体の重心っていうのはこのあたりにあります。それに対して僕の体重って65キロぐらいですけど、この65キロの体重が地面に向かってます。それに対して115キロの床反力を受けてるから僕は静止してるわけですよ。ほうほう。でそれを例えばジャンプするでしょ、こうやってジャンプをするじゃないですか。でその時にじゃあどういう反力状態になるって、床反力がどういうふうに計測されてるかって結構面白いんですよ。へ、うん、ジャンプをしていく時にプッシュしてるように思うでしょ、はい、でも実際はこの足のプッシュがこう沈み込んだ時に最大になるかっていうとそうはならないんですよ。でこれって物理なんですよ、まあ、これはね物理的には数式で説明できるんですけど、まあ、いずれにしてもこれでこの質量マスに対して実際は加速度のこの関係性っていうのは瞬時に起こる関係性なんですよね、うんうん、なのでそういう中で実際はこの自分のボディがこう沈み込むからといって、その瞬間にですね、床反力っていうのはですね、大きく反応して計測していくわけじゃないんですよね、うん、なのでまあそういうこともあって、まあ、何言ってるか分かんないと思いますけども、言いたいことは体が沈み込んでこう蹴っていくこのこと自体はもうそれがグリップに伝わって飛距離を得るっていうのはこれは幻想です。基本的にはこの体が沈み込んで蹴ってる間にもうスイングっていうのは終わっちゃってます、でむしろ腕を振ってその間にバランスを取ってる間にこの地面との関係で自分のボディの重心が3次元のどういう関係性で床と作用してるかっていう、そういう問題なんですよ。
で、そういうふうに床反力は捉えないと危険です。なので蹴ればいいよねって蹴るっていうことは百害あって一利なしの場合もあるってことですね。なのでこれはちょっとその注意していただきたいと思うんですね。なるほど。じゃあまあちょっとね、まあ、ここまでは何言ってるか分かんなかったと思いますけどまあちょっと小林くんもね、まあ、今日の状況分かんないんでちょっと 見させてもらって、はいはい、例えばそれが何なのかってなんか説明できるかもしれないので、はい、ちょっとあの今日もすみません、なんかいいんですか、むちゃぶりで。いや、すごいそこ見てほしかったんで。いや、本当に。まあ、じゃあちょっとやってみます。はい、ぜひ。じゃあちょっと、いや急で申し訳ないんですけど、はい、お願いします。普通に、じゃあ打ってください。最近7番やね。最近はもうすごい重心管理を、とにかく。うん、だいぶ良くなってますよね、重心管理状況ね。はい。うん。オッケー。 あ、ちょっとあかんわ。今左？今ちょっとダフっちゃった。ダフり？ちょっと待って。うん。はい、小林君ちょっと見てくださいね。今スイングね。はい。まあ重心管理状況は悪くないです。そしてダウンに入るよね。で、そしたらちょっとやっぱり遅れてくるでしょ？はい。下から入るでしょ？あら。ね、こういうことね。スイング自体は悪くないけど下から入ってきてちょっと遅れちゃうから、だからやっぱりある程度ロールをさせるから、このちょっとこれ映りが悪いんだけど、このクラブの抜けた後のクラブのヘッドの状況というのはちょっと若干クローズにだいぶ閉じてますね。だいぶ閉じて抜けてるんですよ。やっぱりこれはローリングしてるわけですよね、うん、これわかるよね。はい。で、これってね、よく見てほしいんだけど、床との小林君の関係性ね。はい。この、いわゆるポスチャーは、どちらかというと、体のバランス的には、その胸郭とか体の全体っていうのは、だいぶ前にあるわけですよ。でもう少しバランスを取らせたい、これはまず言ってあるんだけど、これはまあ話は別として、でこれで重心管理をしていく、そしてダウンに入るっていうこの辺りで、要はこの床と小林くんが何を起こしてるかというと、この足のところを見てくれる、はい、足のところを見るとここでダウンに入ると体重がつま先に入るんですよ、両方とも。はいはい、わかる。本当だ。右も左もつま先に入るわけですよ。本当だ。わかる。はい。で、これが要するに体の重心と、クラブのと体の全体のシステムと重心の関係性なのね。うんうん。これが小林くんがナチュラルに起こしている体のシステム。要するに体とクラブを合わせた重心をつま先にプッシュしながら両端でバランスを取ってるという状況なんですよ。はいはいはい、はい、なるほど。で、これが実はそのようにプッシュしていく中でクラブが落っこってっちゃうんですよね。これ何言ってるか分かんないと思うけど、ちょっとあのこれをもし改善するとしたらどうするかって今ちょっとやってみるんで、はい、ぜひ、はい、じゃあやってみましょう。じゃあ、 あの小林くんがですね、あのどうなっているかっていうことを説明すると、実際これあの莫大エネルギーが発生する、まあ割と重心管理をされてテイクバックは処理されてるんでいいとして、でそれから引っ張ってくるね、引っ張ってくるともうクラブエネルギーというのは莫大エネルギーになるんですよ、はいはい、莫大エネルギーが入った時に小林くんはどちらかというとその足をバランスを取りながら蹴っていくんですけど、蹴るその床との自分との関係性がね、こういう関係性なんですよ、うんうんうん、これって両足を反応はバックに反応するけど、でもやってることは前にプッシュしてるってことですよ。そうです、前に出てくるんですよ。そうでしょ、左も右も前にプッシュしてる、はい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 、っていうことなんですよ。でこれって言葉を覚える必要ないけど、これディックって言うんですよね、はいはいはい、でこれは右も左もディックしてるからダブルディッキングって言うんですよ。こういうその動きが発生してるってことですよね。
で、こうするとクラブは落っこってちゃうんですよ。小林くんの全体のモノクロクラブと体の全体のシステムの中で、しかもダウンに入った時の、莫大なクラブエネルギーと自分の関係性バランスとの中でやりたいことは、今は小林くんの反応はダブルディッキングに反応してるんだけど、そうじゃなくて右についてはディッキングでいいんだけど、左はむしろこの後ろに行ってほしいんですよね。クローって言うんですけど、クローイングって言うんだけど、右ディック左クローで処理してほしいんですよ。そうすると体というのはバランスを取ってしっかりクラブが前に出てくる状況を作り込めるんですよね。それっていうのは昔体のセットアップの中で APT、PPT みたいな話したこと覚えてるかな。この APT、PPT の中でしっかりなんとなくその腰の動きを思い出した、はい、腰こういう状況でセットアップしてもらって、そしてダウンに入るときにおへそを下に向けて潰していく感じですよね、うん、その PPT から APT のポジションに入る中で、そうすると何が起こるかというと、胸郭がこの背中のスパインを中心にくるっと回れるポジションを取れるということですよね、うん、そのくるっと回れるポジションのときに体と足の関係性は左については何をやっているかというと、こういうことですね。すなわち後ろに押してるわけですよ。うん、これはクローインって言いますけど、うん、ダウンに入ったら右はプッシュ、左はこうなんですよ。うん、これが床反力の正体ですよね。だから僕がね、例えばめちゃめちゃ床反力を使ってくださいって、でそっちの方が飛ぶからって言われたらどういうふうにするかっていうと、こうでしょ。確かに飛んでる。うんうんうん、飛んでるけど、今の相当飛んでるけど、ただ今やってることっていうのは、こうでしょ、はいはいはい、ダブルディッキングでしょ、はいはいはい、だからそういうふうには実は処理したくないんですよ。実際はダウンの時に右足はプッシュしていいけど、左足についてはクローって言ってこういう、それがその骨盤とこの胸郭を強烈に回転していくっていうことなんですね。なるほど。これって自分の体の中でインターナルパワーでこうやってるわけじゃないんですよ。これは自分のホールシステムの中のその重心との管理状況の中で床との間で決まってる話なんですよね。これはね、正直言って実際は全ての体のパーツ、パーツ17のパーツの動きとか、その例えば腕であればこれ個体じゃない、個体がこう動いていくとしたら、その加速度の状況だとか、この個体の重心の状況だとか、そのホールシステムの中で重心が、体の重心がどこにあって、で、クラブエネルギーとの関係性の中でどういうふうに管理されるかっていうのは全部実はアルファマンのプロジェクトで、全部出てくるわけですね、うん。で、その時に決定的な割と重要なファクターっていうのは床との関係性なんですよ。ただそれはよく言われがちな床反力の話とはだいぶ違うんですよね。ここはめちゃめちゃ説明としては難しいんですけど、シンプルに説明することは実はできないんですけども、ただ小林くんの今のスイングを見ると、やはりもっと左サイドはしっかりと後ろへプッシュしてほしいんですよね。で、ちょっとやってみます。ああ、ぜひ。じゃあそうしたら一応体の動き、もうめったに僕は体はやらないです、はい、体はやらないけど、やるとしたらこういうことです、はい、重心管理するとトップに行って、トップでしょ、そうでしょ、はい、はい、そうしたらダウンに入ったら、はい、ダウンに入るでしょ、ダウンに入るときにそのこっちの左足あるじゃない、はい、それを後ろに引っ張ってほしいんだよ。おお、そう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 、はい、だからちょっとやってみましょうか、はい、少しゆっくり振りますね、はい、ダウン、おお、なるほど、まあこんな感じ、もう一回、はい、はい、ダウン、そう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 、それこれを全体の体のバランスが取ってる範囲内でやるんだよ、その、うんうん、もうこんなむちゃくちゃやるわけじゃなくて、うんうんうん、全体のバランスを取ってる範囲内でこっちを積極的に旋回させていく。なるほど。その時にこれで難しいのは、例えばこの体がね、この右にちょっとスウェイしてしまう人はもうできないんですよ。で、だから重心管理が必要なんですよ。重心管理をして、で、その重心管理をして、そして左軸を
ある程度取った後にフローさせる動きなんですね。多分小林くんはできます。だからちょっと やってみてください、はい、ちょっとゆっくりはね、はい、テイクバック、はい、そしてダウンに入った時に少しこう張るじゃん、はい、平行に入るじゃん、はい、そしたらこっから思いっきりクロース、そう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 、なるほど、 OK、 じゃあそれでちょっとわざと打ってみてくれる、はい、うん、悪くない、もう一回、うん、もっと平行に左を後ろに、そのバンプをしたいけど、その平行のバンプをしたいけど、でもダウンに入って、そう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 、後ろに、それに近い、持ってる、ただその時に骨盤と胸郭くるっと回る感じを持ってほしい、骨盤と胸郭は、はい、分かりました、うん、惜しいね、あ、重心管理忘れないで、ちょっと待って、おー、ナイスショ、いいドロー打ったね、そう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 、で今小林くんのスイングだけど、今どういう意識だったの？いやもう今はもうガンって左お尻と、まあ胸郭ですか、オッケー、もうガンって後ろに引く感じ、ガンって引いた感じね、はい、このテイクバックがいいよね、はい、そしてダウンに入ります、あ、やっぱりやってるよね、ちゃんとね、うんうんうん、はい、こうダウンに入って、これ見てもらうと思うけど、右はプッシュしてディックしてでしょ、うん、左はつま先とかかとの関係ちょっと隠れちゃってるけど、さっきのスイングよりは圧倒的に苦労できてる、苦労できるでしょ、苦労できてるけど、うん、これはもっとやりたいんだけど、もっとやるとバランス崩したりするから、うん、今できることってこのぐらいのはずなんだよね、うん、でもそうするとクラブっていうのは実際はストレートに入ってくるじゃない、うん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 、落ちないで入ってきて前に出てくるでしょ、はい、これは悪いスイングじゃないですよね、だから結果あのボールはすごくいいボールだったじゃない、確かにさっき、でもっとさっきより飛んでるんだよね、あ、確かにさっきよりなんかすごいこうロールさせてる感じがない、あ、そうそうそう、ロールさせる感じじゃないよね実際、そう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 、こうほらストレートに出ててじゃん、わかる、ヘッドもいいポスチャーだ、これってさ、別に自分的にはやってることって床との関係性をちょっとだけ直しただけでしょ、はい、ね、しかも別に真上にビャンとか踏んでるわけじゃないじゃん、はい、ね、なんだけど結果はボールはめちゃめちゃ飛んでるわけよ、それしかも今ドローボールでめちゃめちゃいい球打ったじゃない、はい、まだ直したいところ実はいっぱいあるよ、いっぱいあるけどこれだけでもだいぶ変わるってことなんですよ、もういっぱいあるって言っていただいて嬉しいですちょっともう一回打ってみる、はい、体のことは僕は話したくないんです、でもやるんだったらってことですね、はい、だいたい日本元っていうのはそういうふうに体を動かせないんだけど、はい、いいですか、テイクバック、はい、そしてダウンに入ったら胸郭は少しまだこっちに動いていきながらも、はい、この下半身については、はい、平行移動をしながら、ああ足は向こうに切りながら平行移動して、はい、そしてこっからディック・グローで回していく、はい、だからちょっとこれ外して、はい、体だけでやるね、ここをこうやって、うん、そうそうそう、テイクバック、平行移動、ディッククロー。おぉ、わかる？すごい。もう一回。すごい回転だ。テイクバック、平行移動、ディッククロー。おぉ、そう、そんな感じ。じゃあ、それでやってみましょう。はい。じゃあ、左足のクローだけ、すごい意識してやってみてください。はい。めっちゃいいじゃん。おぉ、やべえ。めっちゃいい。めっちゃ飛んでない？これ。めっちゃ飛んでますね。これ7番だよね。はい。170くらいいったかも。180は飛んでるでしょ。さすがですね。しかもなんか、はい、感覚的にですけど、うん、なんて言うんでしょう、ここの、ここから、はい、すごいこう、ラインが出る感覚が。ああ、そうそうそう。その感覚もあるでしょ。はい。いや、だからそれが、正しい重心管理と、引っ張るエネルギーとの整合、あと全部のクラブシステムと自分の重心の管理、そして床との関係性、これが全部マッチした姿なんですよ。
だそうすると結果的にはクラブは管理されて、はい、むしろこんなことなくスパーンと抜けていく感じあるでしょ。で打感もめちゃめちゃ良かったはずなのに。良かったです。でしょ。気持ちよくて、うん、やばい。だこれが要するに、ただこれは実際は小林くんのこのレベルでできる指導なんですよね。うん、だからこれが実際は重心管理を外されてますとか、あとそういう方にじゃあ左をその後ろに蹴ってくださいっていうのはすごい危険な話なんですよ。今小林くんは今まで重心が外れている中である程度管理をしてもらって引っ張るってことも分かってきて、でそれでじゃあ次のところでできることっていうのはこういう話になってくるんですよ。そうすると体の話になってくるけど、これは実際今の小林くんに対するアプローチなんですよ。なるほど。だから僕はあんまり体のことを言いたくないのは人によって違うからですね。でも実際はめちゃめちゃ飛んでるじゃん。めちゃめちゃコントロールされてる球だったんですよ、今。かなりもうなんか8割見えてきたみたいな。ちょっと言い過ぎかな。まだまだいっぱいあるのかもしれない。いや、まだまだ僕ね、指摘したいとこいっぱいあるんだけど、それぞれとして。実際そうなんですよ。だから、やっぱりそれはね、やっぱり体と床との関係性、これっていうのが体の重心と床との関係性の話っていうことですよね。なるほど。だからそういうふうに捉えていただければと思います。いや、めちゃめちゃ勉強になりました。はい、よかったです。苦労します。チャンネル登録お願いします。はい、タスクロフ、今日もですね、ご覧になっていただきましてありがとうございます。この動画がいいと思われた方はグッドボタン、そして、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは次の動画で、お会いできたら嬉しいです。ありがとうございました。タスクゴルフではゴルフサイエンスジェイコブ 3D について公式 LINE で情報発信をしています。ぜひ登録よろしくお願いします。